2023年も始まりまして、明けましておめでとうございます。もうかなり過ぎちゃってますけど、一応ね、動画の1回目、2023年の1回目ということで、新成人の皆様も、もうすぐ成人の日なんですけど、おめでとうございます。なんだろうな、まあやりたいこととかもう二十歳かって当時は言っちゃう時とかあったんだよね。なぜか今思うとめちゃくちゃ若いんですけど、なんか二十歳の時とかもう10代終わりかみたいな謎な気持ちがあって、楽器もしなくも、でも本当今思うとね、今が一番若いし、本当に二十歳ってあと80年ぐらい生きるかもしれないから、楽しんでいただけたらと思います。2023年はですね、私の、まあ、プチ目標というか抱負的なものを言うと、2022年に結構準備してたものがいっぱいあって、こうお洋服、自分の低身長のブランドのこう自分で本当にやってみようって言ってゼロからやるものだったりとか、あとコラボの話とか、あと自分で作ってるバッグ、これは本当長すぎてるんですけどとか、あとこの前の第1回でお届けしたお皿のやつとか、結構そのものづくりというか、まあ、そういうもの結構やらせていただけることが増えてきて、そこにすごい集中して取り組んだ1年だったので、喜んでもらえるようにちゃんと手に渡るようにお届けできたらいいなと思っています。買ったよってメッセージとかいただくんですけど、本当それがこう励みになっていて、あ、なんか喜んでくれる人がいるんだとか、まあ、今までこういう悩みがあったけど買ったらこんなに綺麗に着れたよとか、そういうのをいただけるのがありがたいなと思っておりますので、こうやって SNS、YouTube も Instagram も Twitter も何でもつながっていただけて感謝しています。で、年末年始結構バタバタ毎日のように予定を入れていて、すごい楽しかったんですけど、まあ、その様子もちょっとここにギュッとまとめたらいいなと思ったのと、まあ、外食の参考になるかなとか思ったりとか、完全に何を言おうとしたか忘れてしまっているので、ここからクリスマスと年末年始の様子をお届けしようと思います。どうぞ。サーナ、はい、釣りに行く、はい、サーナ、はい、これは何ですか？これは何？わかんない。ローストビーフです。あー、これは何？こっちは何ですか？これは、はい、チラシ寿司です。あー、チラシ寿司ですか、はい、ピザと、うん、美味しそう、美味しそうだね。ありがとう。あれ切れちゃった。そうちゃんどうですか。お味はどうですか。ドレッシングこれか。ドレッシング出そうか。うわあ。うわ。私のケーキはロータスのメリークリスマスのケーキです。こちらは誰が作ったケーキですか。背があるからそれ。僕と。はい。ママです。すごいです。そしてクリスマス当日。サンタさんが来ていました。喜ぶ甥っ子がね、どうしても見たかったんですが、朝間に合わなかったので妹に取っといてもらいました。何これ、でかい、思ったよりでかい。何回見ても可愛くてもう癒されています。おばばかです。おまけも入っててよかったね。そうじゃん、かわいい。そうと、まだ寝たいってちーちゃん。寝た。なんで？ちょっと眠すぎじゃない？ダメ。ちょっと早くない？ダメダメ。ダサン来たの？来たよ。プレゼントあった。1時間したら起こしに来たよ。ダメ。今だ。8時間か。お菓子に来ないよ。ということで、実家を後にしてうなぎを食べたり映画館に行ったりお好み焼きを食べたりしております。この日はサオリンとマーサとお好み焼き忘年会でございます。もう10年以上ずっと仲良くしてくれてる前面というのでしょうか、古いですかね、そんな感じの大切な存在です。超いい匂い、美味しそう。お腹すいた、本当にお腹すいた。メガドッキー。
ジョッキーホットメガジョッキー2022年ありがとう。深夜までやってるカフェはないかなと検索して久々に宇田川カフェに来ました。3人ともみんなチャイティーラテを飲みました。感想を聞かれて甘いしか出てこないコメントの浅さ。あー楽しかった。今日は忘年会でございます。こちらゆりエックス、ゆりえちゃんでございます。テトテト夫婦でございます。ありがとう。すごいもうすごいやん。どちら塾生兄弟の塾の方ですか。いや違います、生の方です。あるんだそういうの。これからすき焼きします。嬉しい。こちら川谷ご夫婦と坊や。でかいブリが。ブリ食べれるかな。可愛い。ふるさと納税で買って。あんなでかいの。あすいません本当に。マジでいけるらしいですよ。ラーメン。モッツァレラ。どうぞ。先輩のあの卵もらって先輩のあの卵もらって先輩のあの卵行けばいいよ、はい、めーちゃすごいね。お願いします。これ OK です。やばい、ダメまれそうです。いい表現よし、やります。すぐやばい。あ、ちょっとおいしい。むしろ剣が世界的。いや、いいリアクションありがたいね。そう、カレーのカレーション。確かに すごいね。画面割れそうじゃない。画面割れそう。危ない危ない危ない。あー、画面割れる。リアルだもんね。じゃあ、リバイ的にこれでいこう。はい。綺麗に。いってらっしゃい。はい。お、次はですね。よし、これ。消えてますけど。違う違う違う、熱すぎたからちょっと調整してるのよ。優しさよ、これは。優しさ、はい。これはまず先ほどの。そう、全体に。少しお肉がくっついてしまうというハプニングもありますが、はい、いい感じでタレかけて、やだ、いい感じですね。そう、こんな感じで、そうそうそう、こんな感じで全体が赤いところがなくなるようにいけば、はい、消してください。塩、私の卵、どうぞ。ありがとうございます。お、どうですか。ちょっと待って、いっちゃいますか。はい、いく。あ、でもいい感じ。おー、いい感じ、いい感じ。すごい。いや、いい感じっすね、マジで。もうこの肉の少しの。お、偉いね。偉い偉い。破片たちも残さない。これが私でございます。おお。いいよ。いいっすね。うん。ちょっと焼き加減もマジで。うん、そう。気になりそう。気になりそう。うん。結婚した。いいじゃん、いいじゃん、結婚した。手作りですか。手作りです。すごいね。すごい。ちょっとお酒をほのっとして聞かせます。不思議。あ、入れが欲しいって言って。欲しい。これ直火でいけるやつ？欲しくない？欲しい、わかる。かわいい。高くないこれ？高くない、3万ぐらい。そうだよね。プレミアついてますよね。買えないのよこれ。ちょっと大きいのマニア。昨日違う店全然甘くないよ。え、超うまそうな。超高。食べれます僕は。食べれます。私も食べれます。本当はね、もうちょっと寝かせた方が美味しい。あと日の出価格っていうところも大人気です。それ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 はプレゼント。めっちゃ高い。まん丸のやつでしょ。竹っぽい。あそこが竹がいいかね。丸、まん丸の。普通のは金属。竹になってると。そうだね。店によって竹が違うって書いてある。私竹のやつだと思った。欲しいと思ったけど、すごい想像以上のお値段だったけど。ね。ブロックマス。どうしたの。でかいやつもある。あ、そう。でかいのでかい。ポークさんにもいつかテーフルを使ってもらえるように。何何、あ、あれここがいいよね。かわいいよ。かわいい、めっちゃかわいい。ほんと、うん、ほんと。プロが言ってます。私超使ってるよ。嬉しい。ということで
最高に美味しいティラミスでこの回を締めくくりました。この日はパーソナルトレーニングと整体納めの日でした。このあと5日間ぐらい二の腕が使い物になりませんでした。体作りに関してはまたアップできたらいいなと思っております。動いたら食べるということでわかめうどんを食べに行きました。ふーちゃんです。乾杯。かわいい。薄皮。これは薄皮。ありがとうございます。文字が包む。超美味しそう。はい、はい、ごめんごめん。ありがとうございます。水餃子もエビチリもザーサイも頼みまして、締めはカニチャーハンとなっております。前に料理家の人が、チャーハンは米料理じゃなくて卵料理なんです、なるほど、なるほど。いつもお正月年末になると地元の友達と集まる本村という蕎麦屋さんです。今日は自転車できたので、この土入りの UV カットができて、あ、UV でレンズの色が変わるレンズのメガネをしてきました。お化粧はちょっと YouTube 編集をしすぎてしませんでした。眉毛も描いてない。みんな遅れるよと言ってたので無駄に自撮りなんかもしちゃっております。もう5、6年ぐらいこの恒例の会をやってるんですが、今日は久々に七瀬という4人目を産んだ友達も集まれました。みんなももちゃんに夢中になりつつ、積もる話がありすぎてマシンガントークが止まらない夜なのでした。ちょっと両手可愛く、ここまで自分可愛く、それを YouTube に取り込むじゃないで、全然素のちいちゃんじゃないじゃんというありがたいツッコミをいただいておりますが、カメラを向けられるとまだ緊張しちゃうので、これから素の自分を出していける場にできたらいいなと思ってます。痛いよ。大丈夫？痛くなかった。痛かったでしょ。ちょっと涙目。痛かったでしょ。痛くないの。すごいじゃん。そんなプチ事件もありましたが、冷やしてる間に着物選びに戻りました。ピンク系にし、それで昔着た気がする。アクセサリー入れるやつ買った。ちょっと髪飾りや帯との組み合わせを決めるのがすごい楽しいです。長い長い年末年始 Vlog になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。見てくださった皆さんありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。またねー。